つか別れる、でもそれは今日じゃない。ありがとうございました。また、ここら辺で公園で路上ライブまあ路上公園ライブみたいな感じで、ライブやってるんで、またいつか来てください。今日はありがとう。いつもありがとうございます。ワンワン、ありがとうございます。あー、惜しい。あ、惜しいですか。自分的には何点。まあ100点のつもりでいつも世話ねえな。それは世話ねえな、自分で言ってたら。85点。あとの15点は何足りなかったか分かる？なんか最後の方ビブラートもうちょっと聞かせて、高音のところをなんかもうちょっと、まだ自分のこと信じきれてないでしょ。あ、でも それはあるかもしれないですね。まだ自分の音楽信じきれてないって感じ。なんかそんな感じは確かにあると思います。ずっと聞いてる私の耳はごまかせない。そうですね。でも100点か。はい。てかそういうとこあるって分かってんだったらやれ。はい。あ、やばい、じわじわ来てる100点が。あ、ごめんなさい、すいません。すいません。すいません。世話ねー。私が甘やかしすぎたか。あ、いやいや、そんなつもりはないです。はい、うわー、やば。まあでも自分的には結構ありだったってこと、今日は。まあ、ありというか常に100点の気持ちで僕は歌ってますね。ああ、まあね、はい、そういうとこがいいみたいなのもあるからね。うん、結構良かったと思う。ありがとうございます。てかなんで敬語？大丈夫だよ、もうみんな帰ったし。ありがとう。え、今日何食べたい？ハンバーグ。子供か。子供か。じゃあどうしよう、私先行って待っとく？全然。あ、いや。ファミレスとかでもいいけど。いいよ、気にしなくて、遠慮しなくて。何今更遠慮すんの？いや、今更遠慮されても。彼女が、いて。あ、できたんだ。そうだ、ね。面白い。ウケる。彼女できたんだ。はい。マジで？でも、音楽も今日でちょっと終わりにしようかなって思ってたんです。表現やめんの？表現？ちょっと待って、まだ追いついてなくて、まず最初の情報が追いついてなくて、音楽やめる、あ、ごめん、表現やめるっていうのはちょっと一旦置いといて。はい、100点？あ、100点、まあ、100点も。まあ、それは私の責任かもしれない。甘やかしすぎた可能性あるから。はい、いや、そこじゃなくて、はい、その女でいい歌かけそう？いやー、どうですかね。まあ、わかんないですけど、その別に歌詞のつもりで、いい曲作るために僕別に付き合ってるわけじゃないんで。はい。そうなの？いや、わかんないです。僕はそうですね。あ、本当に？はい。ミュージシャンだったら全部が音楽のために捧げられなきゃダメじゃない？うわ、それか、なんかお坊ちゃまのメロディーだったの今日。なんか普通に幸せを求めて付き合っちゃってる感じ？いや、幸せ求めてっていうか、まあ。それちょっときつくない？いや、これなんかもう頭打ちじゃない？そうなっちゃったら。歌やってても食っていけないし、うん、まあ、すごい差し入れとか、そういうご飯ごちそうしてくれたりとかは、いや、そうなんですよ、うん、すごい助かるんですけど。そこは別に大丈夫じゃない？私ずっといるし。いやいや、でもずっといるし、僕自身が稼いでないんで。うん、いや、だから別に自分で稼ぐ必要なくない？別にさ、今はさ認められてないだけでさ、こっから認められていくわけじゃん。ていうかそういうつもりでやってるよね。うん、なんかその紐みたいなのがすごい嫌で。
え、別に紐みたいなことが嫌だって言うけど、でもその分音楽に当てれてたわけじゃん、今までの時間って、はい、でもなんかわかんないけど、そのなんかその彼女がいるからそっちに逃げちゃってるってことでしょ今。いや逃げてるっていうか、普通に働いて普通に正社員やってこうお金稼いでいきたいんですよ。いや、うん、でもそれは私からしたら、でももう結婚したいんですよ彼女と。結婚したくて、これじゃ食っていけないし、結婚してお金必要ってなった時に、じゃあそれでもお金くれるんですかってところじゃないですか。でも全然あげる、全然あげる、全然あげる、全然あげる。それを彼女が絶対嫌がるんですよ。いや、だからそこ彼女基準を一回やめない？じゃあ彼女にも言いました、存在を。私の？はい。うん、なんて言ってた？え、何それ？誰？つまんな。つまんな。めちゃめちゃ聞いたことある言葉だった。つまんな。予想下回ってきた、はるかに。つまんな。え、それじゃいい曲書けないよ、うん。作れないよ。だからもういい、いんです。うわぁ、めっちゃお坊ちゃまのメロディーだと思ってたけど。え、才能あるかないかなんかさ、別にりょうくんが決めることじゃなくない？なんかもっとさ、この内側にあるものをさ、出していかないと無理だよ。はい。なんかその、聞いたことある、どっかで聞いたことあるような、メロディーラインになってるのも、なんか今もなんか喋ってることが、なんか普通に結婚して正社員になって結婚してみたいなのって、なんかすごくテンプレで、すごく人生のテンプレを字で言ってる感じが音にも出ちゃってんだよ。なんかもっとそこを、なんだろう、もっと自分にしかないものとかを出していかないと無理だと思う。そうですね。で、才能ないしとかいう理由でやめるのって、すっごい、なんだろう、わがままだと思う。私たちみたいなずっと応援してきてる人間からしたら、いや私たちっていうか一人しかいないんですよ。もう未来のこと言ってるから私は。おばさんとかおじさんしか見てなかったし、今散歩して。いやだから私たちは、私を筆頭に、今私だけかもしれないけど、でも絶対この良さに気づいてくれる人が今後出てくるから、私はあえて私たちって言ってる。そういう人に向けてやるんじゃないの。いやでもやれよ。逃げんなよ。なんで逃げんだよ。喜ばしてみろよ。私たちファンを。ねえ、なんか言ったら。え、そんな無責任な終わり方ってある？こんだけ応援してきて。しかもその理由が結婚とか、わけわかんない。バカじゃない？普通に。面白くな。理由面白くな。やば。なんとでも。言ってください。え、この状態で何とでも言ってくださいって言い返さないと超やばいよ。はい。今ギリギリミュージシャンを目指した頃のちっちゃいりょうくんに向かって言ってます。目覚ませ。え、泣かない？泣かないです。中学の時にブルーハーツ聞いて音楽やりたいと思った時の、中学生の時のりょうくん泣かない？こんなんなってるよ今。未来のりょうくん、こんなんなってるよ。泣いてる、泣いてる、泣いてる。めっちゃ泣いてる。泣いてる。うわ、超ベタなやめ方してるって泣いてる。そこに寄り添いたいんだけど。うん、すいません。ちょっと。なんで勝手に。どうだった今の聞いてみて。どれですか今の曲。今つら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 音楽をやめる理由を喋ってたから、それは私が今ギターをかき鳴らすことで曲にしたけど、超つまんない曲じゃなかった？結婚して正社員になる、超つまんないこの曲。何それ、誰が聴きたいの。こんな曲作ってます、今のりょうくん。はい。最悪だって。あれでしょ。
でしょ。 LINE 教えて。LINE 教えて。今 Twitter だけでやり取りしてるけど、もうやめるってことはもうあのアカウントはアーティストのアカウントだからもう消しちゃうってことでしょ。はい、連絡手段がなくなっちゃうから LINE 教えて。ダメ。あ、違う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 、 LINE 教えて。ん？何が違った？いや、ダメ。てか嫌だ。ああ、LINE 教えて。え、多分彼女も嫌がるし、僕自身も別に教えたくないし。でも本当にこう今まで来てくださってありがとうございました。その場合 LINE ってどうしよう。うん、わかりません。連絡手段はどうしよう。もう無理です。また僕が気が向いてここで歌ってたらやるんじゃん。気が向いてやるんじゃん。わかんないです。やるんじゃん。やるんじゃん。やるんじゃん。火ついてんじゃん。やるって。わあ、中学の時のあんた。やるんじゃん。なんで辞めるとか言ったの。いや、わかんないですけど、その連絡手段は、僕が歌ってればそれも。え、じゃあまたやんのね。わかんないです、それは。普通にじゃあ、日にちとかまたツイッターで言ってくれるってこと。わかんないです。言わないかもしれないし。別のアカウントで新しい芸名でやってるかもしれない。そんなのわかんない。じゃあやるんだったらやれよ。逃げんなって。はい。ありがとうございました。いつか別れる。でもそれは今日じゃない。いつも見ている君のその笑顔。うるせえ！